じゃますように。みんなありがとうございました。今日フラフープが見えてるんですけどね、気にしないでいただいて。こんばんは。え、今年ラスト幕張なの？え、本当だ。幕張メッセ一個もないんだ。ちょっとね、今日は。ショールームできる。いや、昨日もね、本当はショールームする予定だったんですよ。まあ、私のプランでは今日もやって、まあ、今日も公演の後もショールームできそうだなと思ったんですけど、まあ、昨日は告白心拍数のリリーベがあって、そしてその後に YouTube の生配信があって、16周年ので、その後にちょっとね、写真集のお話をしてたので、ちょっとショールームができなくなってしまって、そうだから、そうなんです。そう、まあいろいろやっぱりもうね、決め事が多くなっていたりとかして、まあちょっとそうなんですけど、そうだからちょっとね、バタバタしちゃってたりとか、いろいろちょっとね、私も追いついてなくて、今の生活にはい、そうなんですよ。そうそうでね、ちょっとね、先に伝えとこうと思うんですけど、明日のね、お昼12時に私から発表があります。写真集のことについて、ぜひ明日のお昼12時は皆さん何してますか？あ、新曲のダンスプラクティス動画めっちゃ褒められてるの見た。ねえ、SKE が褒めていただいてるんですよね。いや、それも今日もね、本当に公演の後、マネージャーさんと写真集のことについてお話ししてたんですよ。あ、メイアップ、今日めっちゃピンクなの。めっちゃね、最近メンバーに可愛いって言われるの、ピンク。ちょっと話がちょっとこんがらがってるんですけど、なんかね、マネージャーさんがね、なんかずっと見てて、私はマネージャーさんの写真集のお話をしてるんですけど、別のマネージャーさんがなんかずっと動画を見てて、もうパソコンの大画面で動画見とって、あれなんかレースみたいなの見てるのかなと思ったら、なんかその右端に SKE の踊ってるのを見て、はい、なんか褒めてくださる、なんか YouTube のやつだと思って、あれのホログラムでもなんか YouTube でダンスのなんかめっちゃ上手な方に、他なんかダンスプラクティスのことについて話してたみたいで、それマネージャーさんが見てたので、私も見なきゃと思って。そう、前もあった、なんかそう SKE のね、告白心拍数のダンスプラクティス、みんな見てくれたかな？それも見てほしいの。明日は12時から仕事、ちょうど12時から仕事なの。お仕事休みに見るね。仕事です。お昼寝かな。
起きて、お昼寝だったら絶対に起きて、12時に。明日ね12時にお知らせがあるの。私から働いてます。仕事かな、どこに集合すれば、携帯です。携帯に集合です。ああ、そういうこと。あ、 X です。 SNS のことですか。 SNS は X に集合です。あ、そうだよね。ルカ、発表とか言ってもどこでってな感じですよね。あ、X です。 X をとにかく開いてください。多分井上ルカファースト写真集の公式アカウントです。はい、明日は12時に仕事の休憩開けちゃう。そうなの。ちょうど12時頃に起きます。じゃあ11時59分に起きてください。ルーちゃんに釣られそうになってます。釣られそうなの。じゃあ釣られに来てください。もっと嬉しい。お見送りで釣られそうになったんだって、ルカのこと。あ、ぜひ幕張メッセ待ってます。釣られそうになった方はぜひ一度私のトーク会と握手会に来てください。絶対に好きにさせるので。仕事中だけどチェックします。嬉しい。お仕事中なのに携帯開いてくれるんですか。12時お昼ご飯食べてる。じゃあ X も見てね。目覚まし11時59分にしてた。おー、ナイス。仕事休みだから見れる。でも楽しみにしていたい気持ちもあるけど、どうしたらいいのかな。楽しみは明日のお昼12時までにしてもらって。あ、そういうこと。お仕事、本当にお仕事休憩中も見れるけど、お仕事終わってからも見たいなってことですか。なるほどね。うわ、どっちが。いや、でも12時。19日大事な予定があるから20日に行くね。あ、トークのことかな。19日はルカとの時間よりも大事な予定なの。詰めるっていう。社食でご飯を食べながらチェックします。お、嬉しい。じゃあお昼ご飯タイムってことかな。12時からお昼休憩のチャンネル。うわ、ってことはさ、11時59分までみんなお仕事してるってことか。あ、そう、ルーちゃん個人のアカウントじゃなく写真集のアカウントで。そうです。でも私は12時になったら、あの、私も反応するので、私のアカウントでも。まあ、私の井上ルカファースト新書の X の公式アカウントがあるので、そこちらをねフォローしていただくのが一番ベストです。よいしょ。もうね、今日のレッスン着、いきなりじゃん、ピンク。あ、靴下とっても可愛いの。ピンクです。あ、紐が出てる。ピンクとじゃん、エゴさんの、見える？ロング T シャツで、ここにねカレーをこぼしたんだけど、みんなわからないでしょ、なんでかって。カレーをこぼしたけど、衣装さんにシミ取りと食用洗剤みたいなのを借りて、めっちゃ洗って、もう絶対にエゴさんの大事な、私の大事なねロング T シャツだから汚さんようにしようと思ってカレー食べたので、カレーがね、今日のカレーめっちゃ好きで、写真撮り忘れたんですけど、本当に大好きなんですよ。カレーが出て、カレーライスが、なんかそのなんて言うんだろう、カレーライスって言ってもなんかちょっとなんか
インドカレー系のカレーで大好きで、でも絶対に汚さんようにして食べようと思って白だったし、うんと思ってら一緒に食べてたマリンに、ルーちゃんカレーこぼしてるよって言われて、もう急いであのトレーナーさんのとこに行ったんですよ。シミ取りくださいって言ったら、え、衣装さんじゃないって言われてあ、そうだったなんて、衣装さんにシミ取り、トレーナーさんはそうだ、トレーナーさんはそのさストレッチとかをしてくださる方で、あ、そういうさったと思って、衣装さんのとこに行ったら衣装さんがねすぐ貸してくれてね、シミ取りしてもらってやってたら、あ、食用洗剤の方がいいかもって言って垂らしてくれて、急いでね洗面器に行ってこうやってやったの、こうやって、そしたらちょっと取れた。そう、めちゃ突っ込まれたトレーナーさんに、あ、そうだったと思って、そう危ない、なんか衣装さんに感謝でね、このトレーナー来てたらね、衣装さんにルーちゃんかと思ったって言われて、もうめちゃくちゃ褒め言葉言っていただいて超嬉しかったっていう公演前のお話。最近ね全然話せてなくて、みんなとこういう話めっちゃある、だから他にもね全然話してない情報めっちゃある、情報っていうかなんか、なんかなんだ、話題、やっぱりコンサート前とかは結構やっぱバタバタしてるじゃないですか、だからあんまりねショールームする時間とかこうやってゆっくり話す時間がなくて、今その時間が来たって感じ。そうで最近シミ取り持ち歩いてなくて、違う、その持ち歩いてるポーチがどっか行っちゃって、家の中でそういう話題持ってくださいてんてんてん、うわっあげるね、あゆきちゃんと仲良しエピソードいつか楽しみにしてきます、あじゃん、ゆきさんがくれたってか私が、あああ危ない危ない、落としてません、ゆきさんの可愛いって言ったらもらいました、次の日に。昨日はリリーベだったんですけど、ゆきさんとずっと一緒にいた、ゆきさんとカップラーメン一緒に食べて、最近は最近の毎日はゆきさんとおしりんさんに起こしてもらってます。で昨日は合間に、おしりんさんに電話しました、めっちゃ面白かった、ビデオ通話したんですけど、ゆきさんの携帯でかけて、仲いいんですよ、とっても仲いいです。そう、おしゆきさんにかん、おしゆきさんに支えられてるんですこの期間は、あとあーや、そう、おしりんさんとゆきさんと私で寝坊しないグループっていうのがあって、私が本当に起きれない、本当に起きれなくてみたいな、もう一人暮らしでお母さんも熊本に帰って、本当に起きれなくて起きれなくて、でもずっとねゆきさんに話してたんで、そしたら、え、起こしてあげるみたいな、おしりんさん、なんかおしりさん起こせるよみたいな、おしりんさん絶対寝坊しないからって言って、え、本当ですかって言ったら、なんかそう起こしてあげるよってゆきさんも言ってくれて、だからなんかルカがさ起きる時間とか伝え忘れてると、ゆきさんがルちゃん明日は何時って言ってくれて、そうそうなの、本当に大好きなんです、おしりんさんとゆきさん、そうそうなの、そうなんです、とか本当にね昨日は本当に面白くて、おしりさん電話して、そうなの、めっちゃ優しい先輩なんです、
何かのグラビアにあったゆきちゃんとるーちゃんが一緒にカップラーメン食べる、あそうそうなの、グラビアの撮影だ、ボムさんかな、水着でカップラーメン食べるっていう、美味しかった、カップラーメンって美味しいよね、大好き、そうで昨日はあのミニライブがね、昨日は告白心拍数のリリーベだったんですけど、1部と2部のミニライブが2部あって、で1部終わって時間があったので2部まで、でゆきさんとで、そのイオンモール常滑さんからのね愛で差し入れたくさんお菓子とかねいただいて、その中にカップラーメンがあったので、お弁当もあったんですけど、ゆきさんとカップラーメン食べたくないってなって、カップラーメンをあの食べに、あのお湯をね、あの次に行って、そう食べました。あれそうで、それでそのスタッフさんがね、スタバのね差し入れをくださったんですよ。スタッフさんがね、スタバの差し入れくださった時に、なんかルーちゃんにって言っていきなり団子くださって、でそのいきなり団子がその九州馬かいちみたいなもうやってたみたいで、いきなり団子見てルーちゃんだと思って買ってきたよって言ってくださって、いきなり団子くださったんですよ。でもそれがねめっちゃ冷たくて、その電子レンジで温めないといけなくて、でそのカップラーメンを次に行ってる時に、あれルーで電子レンジも横にあって、そしてゆきさんがえいきなり団子持ってきたらって言って、ダッシュでいきなり団子楽屋まで戻って、そうで電子レンジ言って、そう嬉しくて、でそれでそれをね、あのそうで帰る時にナッキーさんがね、いきなり団子食べたいって言ってくれて、紫芋味とプレーン味とよもぎ味があったんですけど、そうよもぎ味悪か食べたんですけど、ナッキーさんが紫芋味食べたって、食べてくださって、そうなの嬉しい、こうやって広まっていって、なんかスタッフさんとかもいきなり団子を見てるかって思ってくださったら超嬉しくて、でそれでね、それでなんだったっけ、なんだったっけ、なんだったっけ、そう嬉しい、そう、それでそれでその握手会もね、昨日ミニライブと握手会があったんです、グループ握手で。でもねすっごいあの早かったんですよ、本当に、あのなんだろう、ジェットコースターに乗ってるんじゃないかってぐらい本当に握手のスピードが早かったんですよ。でもね、いきなり団子っていうワードはねめっちゃ聞こえてきて、あのイオンモール常滑でね、そのうまかい九州うまかいちいきなり団子行ったので、みんないきなり団子食べてくれたんだと思って、それも嬉しかったし、いきなり団子売ってたよっていうのもね、握手会でね、やっぱりグループだったし本当に早かったの、それぐらい早かったの。でもいきなり団子ってワード聞こえてきて、そうやっぱりね、そのアクリル板とかまで聞こえづらかったのも速さもあったので、もうちょっとしかねみんなと話せなかったんですけども、いきなり団子って言葉めっちゃ聞こえてきて、そういきなり団子みんながんでこれなんだと思って嬉しかった。なんかすごい運命だよね、なんかイオンモールでリリーベしてて、そこに九州でいきなり団子売ってると思って嬉しかった、とっても嬉しかったです、本当に早かったの。そう昨日はね、いや本当に昨日はすっごい暑かったんですよ、本当に10月かなってぐらい暑くて、暑いって思ったけど、その握手会でさらに暑くなっちゃうぐらい、なんか汗をかく方の暑いぐらい本当にね暑かった昨日は。そうなのでね、でもね私のね、あのゆっくり昨日話せなかったよって方だったり、あのルーちゃんとマシンガントークしたよって方だったりとか、まるかのこと気になってるよって方もね、こちらに書いてます通り、
もうすぐ締め切り間近なんですけど、個別で私とゆっくり話せるイベントがね今ありまして、あの10月19日の幕張メッセ、10月20日の幕張メッセ、2日間あるんですけども、こちらがねもうすぐ締め切りが終わっちゃうんですよ。10月11日の正午までだったかな、なんですけれども、現在幕張メッセの10月20日の握手会の6部と遠くからの7部8部以外はなんと全部会いに来れます。私にそうなの、10月19日は皆さんあの会いに来てくれますか、みんな私に会いに来てくれますか、会いに来てくれないかな、みんな昨日行けなかったので19日追加しました。嬉しい。そうやっぱり10月19日っていうのは告白心拍数の特典会も初日ってことなんですよ。で10月20日はハロウィンコスプレをねしようと思ってるんですけども、残り3部と4部、残り3部と4部になってます。さっき見た時は握手会の6部と遠くから7部と8部が完売してたんですけど、嬉しいことに申し込みしてないです。会いに来なくていいのかな。3部取りました。嬉しい。あそうで、今年本シングルからちょっと部が早くなってて、3部から握手になってるんですよ。前回は4部からスタートだったんですけど、特典会が今回は3部からですし、握手会が3部増えてます。今までは2部握手で3部トーク会だったんですけど、今回から3部とも握手会になったので、みんなとね手をつなげる時間が増えました。でめっちゃ大事なんですけど、幕張メッセはもうこの10月19日と20日でラストらしくて、もうこれは絶対に来るしかないっていうことなんです。そうやっぱり写真集のお話だったり、来てほしいので待ってます、みんなのこと。特に10月19日は握手会3部4部6部と遠くから7部と8部今のとこ全部の部会いに来れるので、みんなたくさん会いに来てくれたら嬉しいなと思うし、あのルーちゃんのこと支えたいなって思ってる方もぜひお待ちしてます。予定作って、そう会いたい放題なので、会いたい放題っていいね、かわいい、ぜひ待ってます、待ってるよみんなのこと、ウィンク。何時だ、もう12時だ、やばい、待ってるよみんなのこと、会いに来てね、明日は X に集合です。